はい。よいしょ。ラャさて、何と言ったか聞き取りましたか。<laughs> いやー、あれですね、最近、えー、ニーヤの、ニーヤレプリカンとの BGM がですね、ずっと頭の中に流れております。長田薫です。はい。今の短い間にね、そんなことを言いました。<laughs> いや本当に、あの、ま、ちょっと待ってねあの余談なんですけど本当最近ずっと頭の中にいいが流れててねあの最近、えー、やっとー、e、エンドまでクリアしたんですけども連日、えー、遊んでましたし長い時間かついまだにその動画の編集っていうのもやっていてずっと BGM が頭の中流れてますね。 いやあのこのね人生の中でやってきたゲームでおそらく一番そのこの始めてからクリアするまでのこの数十時間の中で一番なんかこう感情が動かされたゲームだなっていうふうに思います、はいまあ、今後もねまたいろんなゲームでそういった体験もできるんでしょうけどもいやーちょっとね何度男泣きしたかっていう本当にあの途中こう 一応興味のある方はですね、動画を見ていただきたいんですけども、途中こう、なんていうんですかね、声が詰まるところっていうのはほとんど涙してます。<laughs> 特に2週目からかな。特に2週目からはやばいですね。えー、しょっぱなから、2週目としょっぱなからですね。えー、動画で言うと、20、20とか、 19かな ?19、20ぐらいから。えー、もうしょっぱなからちょっと、えーってなっちゃうぐらいの、これいろんな、いろんなことで男泣きですよ。感動もそうだし、切なすぎてっていうのもそうだし、いや、こんなに感情を揺さぶられた、 ゲームはなかったですねまああのすごくドライな見方をすると結構展開とかも王道な感じの部分も大いにあったりはするので何ていうんですかね物語として奇抜だったりとかそういうことっていうのはそこまで多くはないんですけどそれでもその表現の仕方だったりとか、まあ、あとはグラフィックもね別にその。 写実的なものとか、その最近すごくこう話題になるもの多いですけども、デトロイトビカムヒューマンとか、スパイダーマンとか。あと日本で言ったらファイナルファンタジーとかもね、あったりしますけど、そういうものに近いかというとそうではなくって、だけどもなんか空気感というか、光、光の中に空気を感じるというか、そういう表現がすごくうまいなっていう感じがしたのと、そういう場面場面でしっかり心をこう盛り上げてくれる BGM。 そのシーンに沿った、えー、感情を増幅させてくれるというかね。これはなかなか素晴らしいなというふうに思いました。あの、なかなかそういうこう集回するとか、そういったものはね、個人的にあんまり多分合ってないというふうに思ったんですけども、一気にやってしまいましたね。5週ですよ。うん、5週でいいエンドまでいけるんですけど、 一気にやってしまいました、ねまあもちろん集会も集会でそのまだ見て見,なか見れなかったというかまだその入ってなかったシーンとかが織り交ぜられたりしていて開けさせないようにもちろんしてくれてるんですけどあこういうことだったのかみたいなのがこう集を集会することで分かってくるみたいなね。えー、いやそんなこんななこで ずっと、いまだにまあ、ゲームは終わっても編集もしてるので、BGM がずっと頭の中に流れてるんですけど、プレイした時にも男泣きして、編集しながらまた泣くっていうね。<laughs> ちょっともうボロボロな感じでやっておりますけども、ニーアレプリカン当面白かったですね。そんな感じの私がまた感動したスマートフォンが出てくるんですよ。ええー。ここから本題なんですけどね、やっとくさピクセル6です。 これね毎年、このグーグルさんが出すスマートフォンを注目している方は大いにいると思います。なんせその純正の Android にそのまま対応しているものですしグーグルさんが自分たちで作るものだからそのアップルが iPhone を出すのと一緒で、まあ、OS と直結してねあの楽しめるっていうところですから、まあ、なんかいろんなこうすごいな騒音が流れてますけどもすごく注目はされていると思うんですが なんせね、このピクセル4まではフラグシップですよ、でしたけども、ピクセル5がね、あのやっぱりフラグシップとは言えないスマートフォンとして出されていて完璧な方向転換を遂げていたので、そこでね、あの毎年買っていた人の中でも意見が二分されたんじゃないかなっていうふうに思うんですが、その中で今年もピクセル6を出してくるだろうというところで、リーカーの方、 ですね。メーカーからこういろんなこう、こう、四方八方から手を伸ばしてそこで得た情報ですね。それをもとにコンセプトレンダリングというものが出てきました。なので、100%この通りになるとももちろん限らないんですけども、いや、このコンセプトレンダリング見た瞬間にかっこいいと思っちゃってさ、それがこちらです。ドーンとね。いや、かっこいい。 これはかっこいいですね。あの、細々言いたいことはもちろんあるんですけど、続きたいところはあるんですけど、ぱっと見かっこいいものを考えましたね、これね。まあ、このコンセプト、あと、アートというかコンセプトレンダリングを作った人もそうですが、まるで、バウハウス、ブラウン、そこら辺のね、もう古き良き時代のプロダクトデザインという感じがね、 しますね。1950年、60年っていう感じですかね。まあ、ブラウンって聞くと、日本人なんかはね、ブラウン、モーニングリポート、ね。朝、朝のね、こう、会社員にこう、電動シェーバー渡して、あれ朝沿ってきましたよみたいな。ちょっと試してもらっていいですかああ、それてますね。それてますね。髪の上にポンポンポンって、は。 あれおかしいな。朝そってきたのに、みたいなやつのイメージしかないと思うんですが、まあ、ブラウンっていうのは、まあ、もともと1920年前後とかでしたかね。あの、工業デザイン、工業製品を作っていたメーカーで、まあ、そこぐらいから、その後か、その後から、まあ、いわゆるこの工業製品に対して、デザインっていうものが大事なんだと。 いうところをこうやってこう製品に各製品の統一化ですねデザインの統一化とかそういったものを図っていったメーカーでまあ言うなればこの今ね世界でも有数の企業になりましたソニーもそうですしアップルなんかもそうですけどその大先輩とも言われるようなところですねブラウンっていうのはねで iPhone なんかはその3 3G とか、それぐらいの前後の時代なんですけど、その時なんかはその、iPhone もそう、iPhone の中にあるそのアプリとかもそうだし、えー、アプリのインターフェースですね。であとはその Apple が他に出している、えー、Apple 製品なんかも、 ここういっったたたブラウンンンの製品かららイイイスパイアされれててデザインが考えななんてことも有名な話だったりしま,すまあそもそもでアイルさん自身がねこのブラウンとかのファンだったりするってところもあったりはするんですけどもでまああのー、誰がどう見て思うんですけど先進的というかそのいわゆるテクノロジーテクノロジーするというかそういう印象のデザインではないのは分かると思うんですけど。 どこかになんかそのレトロチックな感じの印象を受ける方の方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、かっこよさって色々あると思っていて、その先進的な、なんかそのクールな感じっていうのももちろんそうだし、その中に有機的なね、あの曲線なんかを含めて入れ込んで、なんかバイオテックというか、そんな感じのものもかっこいいでしょうし、で、あとはね、その日本の美をその中に入れ込むなんていうのも最近はあったりはしますよね。で、 これも一つ、このレトロチックなものも、やっぱり何年かに一度周期が来て流行ったりすると思うんですけど、まあ、ずっと流行ってるのは、なんかその家具とか食器っていうものに関しては、その、こういうレトロチックなね、デザインのものって一定数のファンが常にいるなっていう感じはしますけども、1900だから60年とか、まあもうちょっと70年とかいった時のデザイン感っていうのがここに出てきていて、すごいかっこいいなっていうふうに思いました。 ええ、まあ色使いももちろんそうですけどねなんかブラックとまあそのちょっとホワイトとかそこにミルキー的な色プラス冷めるようなオレンジとか黄色とかまあブルーはブルーでちょっとくすんだものを入れたりするとすごいレトロ感が出てかっこよかったりするんですけどこれいいっすね是非ともねほぼこのまま出てきてほしいっていうふうに思いました。 えこのコンセプトデザインが当たってほしいなという感じがしますで今回リークされた方はですね主にアップル製品のリークなんかではすごく的中率が高い人だったりしますがそれ以外のものではそんなになんかアップル製品ほどの的中っていうのはしてないんですよねなので本当話半分のところではもちろんあるんですけどね期待したいですね うん、そのピクセル4の頃も若干そのレトロチックな、ね、感じになりましたけどもそこからの派生というかそこからの進化というところでは十分に、ね、あり得るデザインじゃないかなとうう思ったりしますがそのスマートフォン最近の使われ方と照らし合わせて考えてみると、まあ、一概に素晴らしいというふうにも言ってられない部分があって、まあ、今回そのカメラ部分がすごい特徴的に。 な,なんていうんですかね、ベルト状に盛り上がっているわけなんですけど、まあここにカメラをね、いくつ積むのかっていうのはもちろんそのスペック中的な視点で言うと気になるところではありますけども、そんなことよりも、このベルト状になってるのがまあ一つね、この製品のデザイン的な特徴にもなってるんですが、あの、デスクに置いた時にはもちろんガタついたりはしないと思いますし、 えと縦に置いた時には、まあ、ある程度そのディスプレイに傾きがつくので自分の方に向けて視認しやすいような、ね、ことにもなっていてそれはそれで合理的かなとうう思うんですが昨今の、まあ、スマートフォンでいうと、まあ、そのカメラとか、ね、その動画視聴とかそういったところももちろんそうですがもう一つ大きいのがやっぱゲームじゃないですか。で 縦で、縦持ちで操作するゲームだったら、まああんまり関係ないとは思うんですが、さすがに横持ちでやった時に、左手かもしくは右手か、その、まあ持つ向きによりますけども、どっちかの手の方にだけ、この盛り上がった部分が出てくるっていうのは、もしかしたら人によって操作しにくいって感じたりするのかなっていうふうに思っていて、ってなると結構デザイン的に致命的だなっていうふうに思うんですよね。だから、すべてがすべて褒められて、 ものではないかなっていうふうに思うんですけども、一つまあ、ゲームというところを抜きにすればすごくかっこいい。デザインなのは間違いないなと思っていて。これ出てきてほしいなっていうふうに思いましたね。うん、まあ、だから、その google さんがゲームというところにどれだけ重きを置く発表を今回同時にするかにもよると思うんですよね。そこでね。なんかそのアップルのアーケードじゃないけど。で、今そのスタリアってずっと google さんやってるけど。 ちょっとあまり怪しいいじゃないですかだから今年、スタディアについても同時にいろいろ話しちゃうんだったらこのデザインはないんじゃないかって話になるとは思うんですがまあ特別、同時に発表せずに同時になんかそのんこのピクセル6を持ってそのスタディアがどうのこうのみたいな話をしなければかなりその説得力も削られることもなくね素晴らしいデザインとして。 評価されるんじゃないかなっていうふうに思ったところなんですよ。ほんとこれかっこいいっすね。かっこいいよ、これ。うん。もちろんその好みは分かれると思いますよ。レトロチックなデザインは特に響かない人もね、あの、多くいるので、そういう人たちにとっては全くもって、<laughs> 俺がブラウンブラウン言ってたりするのがね、バーハースとか言ってんのが何言ってんのみたいなね。古、古めかしいだけじゃねえかと <laughs> 感じる人も中にはいると思いますけども、ほんとかっこいいなっていうふうに思いました。うん。 であとはですねそのスペックの部分なんかも今年どうなのかっていうのが注目かなっていう,ふうに思います現状ではですねそんなに角度の高い情報出てきてないし前回の Pixel5 なんかは、まあ、そのミドルレンジ帯のね SOC を採用するなんていうことになっていたので、まあ、実質フラグシップが、ね、不在状態だったんですよね一応ナンバリング無印というものが出ましたけども Pixel5 ていうものでね出ましたけどもフラグシップではなかったわけですよ。 だから、スペック中的には今回どうなのかっていうところもね、なかなか注目かなというふうには思います。うん、去年の,、まあその流れをそのまま組むと、まあ、今年もスペックの部分においては、ですねそんなに期待することはできないのかなというふうに思ったりするんですが、一応ね、そのスナドラ888、最高のものとは言わずとも、言わずとも870というものもあったりしますから、 まあよりその省電力性と安定性がそちらの方が高いというふうに評価されていたりしますし870だけでもそれを採用してくれると相当なパフォーマンスはあるわけですからなかなかそれでもスペック中はね喜ぶんじゃないかなというふうに思ったりしますというところとまあ今回、画面内指紋認証が行われたりとかまあ一応、レンダリングの中で言うとカメラは三眼だという話に出てきてますけど 特にそこら辺もね、あの、使い勝手もそうですし、カメラなんかは特にそのアルゴリズムをね、使った、その画像処理っていうところにもね、期待したいなっていうふうに思ったりします。まあ、何よりも今回のこのコンセプトレンダリングは本当にかっこいいですね。非公式だけど、本当このまま出してほしいぐらいですね。うん、このレトロ感っていうのもね、結構かっこいいですよ。うん。俺もあの、最近は、あの <laughs>、 なんかこういう PS5 もそうですし、その今使ってるモニターとかも結構そのいろこう、最近のね、機械機械したようなデザインのものを身の回りに置いてたりするんで、全然違う方向性のものなんですけど、これもこれでかっこいいって本当に思いますよ。いやー、ちょっと続報待たれますね。えー、期待してましたいなというふうに思います。はい。皆さんはいかが思いますか 俺はね、本当にこれかっこいいと思います。ただまあ全面のね、ディスプレイなんかでパンチホールだったりしますけど、そこら辺はどうなのかとか、いろいろ評価は分かれると思うし、うん、まああとは人によってね、そのスマートフォンに求める点って違いますから、例えばその、ここまでベゼルレス化しないで、あの、例えばスピーカーの方ももうちょっと力入れてほしいとか、人によってあるでしょうから、 まあそれぞれがね、あのー、歓喜、みんながみんなね、認めるようなものってなかなか難しいとは思いますけども、まあ、むしろ不可能に近いとは思うんですが、それでも一つね、他のスマートフォンとは違った路線で、それはまあ機能的なものもそうですし、見てくれデザインの方もね、個人的には俺、デザインって別に機能も全部含めてデザイン、考えるものがデザインだと思ってるので、あんまそういう言い方したくないんですけど、 見てくれてるデザインという方でも、なんかその他のスマートフォンと差別化を図られたようなものがね、こうやって普通に出てきたりするといいなっていうふうに思ったりするところでありますね。うん。まだ、あ、最近で言うとね、あのバルミューダがあのであのスマートフォン出すなんて話もありましたけども、一応京セラと組むのかな。なので、俺自身が思ってるのは、で、ソフトバンクから出すって話ですから、京セラでしょ なんかその、ツイッターでも呟いたんですけど、ソフトバンク版の、うん、アルバーノ的な、au のアルバーノって京セラが作ってますけどね、その中高年向けの、まあちょっとその高級感を足、えー、したような、えー、スマートフォンを出してますけど、まあソフトバンク版アルバーノみたいになるのかなっていうふうには思います。そバルミューダの方も、 なんか特別安いものを考えてるとかっていうわけではないみたいなことを言ってたし、まあそこそこの価格のものなんでしょうね。で、かといって、なんかそのスペック重視かっていうとそうでもないと思っていて、まあ何はともあれね、ちょっと期待してまあ、したいなというふうに思います。ちょっとね、話がね、長くなったんで、どっかしらカットしてるかもしれませんけども、あの、それだけね、今回のそのコンセプトデザインで、ちょっとね、ときめき覚えたっていう感じですよ。 これかっこいいだっていう感じがしました。うん。まあ、おそらくね、そういうことにはならないと思うんですけど、もしこのままにね、出てきたら、間違いなく買っちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、あんまそんなことはないと思うんですけどね。多分またちょっと違ったようなデザインを、ググルさんはやってくるんだとは思うんですよ。うん。で、それがどういう方向なのかっていうと、ちょっとわかんないですよね。 ピクセル5系のちょっとデザインで来るとするとあまり惹かれないなっていうところあるのでそこから何かしらちょっと手こ入れしてほしいんですけどももしこういう形で出てくるんだったら買ってしまうかもっていうぐらいかっこいいなというふうに思いました。ええー。横持ちの使い勝手は悪そうだけど。はい。っていうところです。また見てな。バイバイ。